紙テープは、細い一定幅の長い紙のこと、一般に芯に巻き付けた形で提供される。価格が安価であり、表面への装飾が可能である。巻き付けた形のためコンパクトであり、ドラムなどに取り付けて、機械的に駆動すれば、時間と同期した出力を得ることができる。このことから過去において、初期の記録媒体としても使用された、5項テープと8項テープし、 テープ読み取り装置。物理的にループされた5項テープがループ処理を実行している。3考テープや先項テープとも呼ばれるコンピュータの情報を記録するために使われた紙媒体。テレックス用の3考テープは最初の情報用紙と言われており、パンチカードなどとともに初期の情報用紙の一種とされる。自動パンチ機で穴を開けて穴の有無で0、1の信号を記録する。 情報分野としては、もともとは、電報用で、アルファベットのみからなる、コード体系の5項のものから始まったが、徐々に拡張され6項や7項、1960年代以降のバイトイコールオクテットの時代には8項となった。口述するが、幅の広いテープの例もある。コンピュータ以前にはテレタイプで実用に使われており、コンピュータが起源ではない。またさらに古くは、 自動演奏楽器で楽譜を記録するために用いられるものに期限を求めることができる。ピアノロールなどは幅が広いが幅の狭い参考テープは古くは1846年アレクサンダー・ベインが電信の自動送信機で使った例がある。また1950年代のコンピュータでも幅の広いテープがある。1990年代前半あたりまではパチンコ店で ジェットカウンターの出力としても使用されていた。モスクワの宇宙征服者のオベリスクには、コンピュータ、または通信技術者と思われる人が描かれたレリーフがあり、その人物は産業の四角い穴の開いた紙テープを持っている。1970年代の SF アニメ等においては、コンピュータが作動している場面のがジェットとして、オープンリールデータレコーダーと共によく描かれていた。 参考テープのビット列をそのまま読み取って理解するのは、紙テープが記録媒体に使われていた時代のコンピュータ技師に、とっては、当たり前の技能であった。テープの穴の開き具合は、日地法の順序立てられたものであり、0から9の数字や、若干の制御文字は、容易に覚えられ、また手元に AS、ASCII、JIS や ISO の該当する。 文字コードの一覧表があれば逐一読み取ることはできる。かつては駄菓子屋で使用済みの参考テープが商品として売られており、スパイごっこ遊びなどで活用されていた。紙テープは今ではほとんど記録媒体として使われていない。新規システムが入出力に紙テープを採用することはない。CNC 機械は既存のデータを活用するために紙テープ装置が 比較的長く使われてきたが、それも急速に他の手段にとって変わられつつある。データは、所定の位置に穴があるかないかで表される。最初は1列に5穴でデータを表していたが、後に6穴、七7八穴8欠のものが登場した。初期の電気機械式計算機であるハーバードマーク、アイでは、1列24四穴の紙テープを使っていた。データを表す、穴の他に、 隠列で必ず開けられている小さめの穴があり、スプロケットの刃で紙テープを送るのに使われていた。後に、光学読み取り装置がタイミングパルスを生成するのに、スプロケット用の穴を使うようになった。文章の符号化にはいくつかの方法がある。最初期の文字コードはベドで、その起源は19世紀に遡る。ベトは5ケツに対応している。その後、六ケの文字コードとして、 テレタイプセター、フィールダタ、フリードンフレクサーアイーターの文字コード企画が登場し、広まった。1960年代に入ると、米国国家企画協会がデータ処理用汎用コードを策定するプロジェクトを開始し、アスキーが生まれた。これを採用した7ケツの紙テープを使ったテレタイプ端末をテレタイプ社などが生産した。テレックスなどではベドを使い続けた。 寸法参考テープの厚さは 0.1mm である。ベド用テープの幅は 17.46mm、アスキー及び六欠以上用テープの幅は 25.4mm である。穴と穴の間隔はどちらの方向でも 2.54mm である。データ用の穴の直径は 1.83mm、フィード用の穴の直径は 1.17mm である。 この2種類の幅の紙テープは2012年現在も販売されている。半参考テープ参考装置はほとんどがテープに完全に穴を開ける。その過程で必然的にチャドと呼ばれるパンチクズが出てしまう。チャドは非常に小さい周辺であり、テレタイプ端末の機械部分に入り込んだりする問題を抱えていた。ベトの五欠対応の半参考テープ。 テレタイプ社が1975年から1980年頃に採用していたものその問題への対処として、チャドラスプリンティングリーパーファーイターという紙テープ参考装置が登場した。これはテレタイプ信号を受信して、それを紙テープに参考しつつ、同じ紙テープ上にメッセージを印字するものである。この時完全に穴を開けるのではなく、U 字型に切れ目を入れるだけに止めるので、 チャドが発生しない。これを、反参考テープ、または、チャドレステープと呼ぶ。複合結果が印字されているので、穴を見て解読する必要がない。また、パンチくず入れが不要となる。ただし、反参考後のテープは巻こうとすると、切れ目同士が引っかかることがあり、きつく巻くことができないという欠点がある。また、後に高速な光学読み取り装置が主流になってくると、 反参考テープは読み取ることができないという問題点も出てきた。それ以前の機械式の読み取り装置では、バネ付きの針で穴の有無を判定しており、切れ目が入っているだけでも問題なく読み取ることができていた。通信アメリカ連邦航空局のホノルルフライトサービスでの紙テープ中継作業の様子紙テープはテレタイプ端末用のメッセージ格納手段として使われてきた。 オペレータがタイプしたメッセージは紙テープに格納され、その紙テープを使って回線の最高速度でメッセージを送信する。そのためオペレータはオフラインで普通のタイピング速度でメッセージを準備でき、送信前に間違いを訂正することもできる。熟練したオペレータは短時間なら 135WPM でタイピングできた。通信速度は 75WPM だったが、 常にその速度を維持できた。紙テープを媒介させてタイピングと通信を分離することで一定速度の通信を可能としていた。一般に一つの 75WBM の回線に対して3人かそれ以上のオペレーターがオフラインで作業していた。また受信局で受信したメッセージも紙テープに参考されるのでそれを使って別の局に中継することもできた。 これにより大規模なストアフォワード型ネットワークが形成されていた。コンピュータは最高で毎秒1000文字の速度で紙テープを読み取ることができた。ミニコンピュータデータゼネラルノバミニコンピュータ用のソフトウェアは折りたたまれた連続紙系の紙テープに格納されていた。折りたたまれた連続紙タイプの紙テープ初期のミニコンピュータの多くは既存の大量生産された。 アスキーテレタイプ端末を低価格の入出力装置として流用した。例えば、毎秒10文字のアスキー文字を処理できる ASR-33 などである。ASR-33 には、紙テープ参考装置と紙テープ読み取り装置が備わっていた。そのため、ミニコンピュータでは低価格の記録媒体として、紙テープがよく使われるようになった。 商用ソフトウェアも紙テープを媒体として販売されることがよく見られた。高速な光学読み取り装置もよく使われた。バイナリデータを紙テープで転送する際には、紙テープの参考装置や読み取り装置の誤り率が比較的高いことから二重不合化技法を採用することが多かった。例えばインテルフェックスなどの不合化方式で01011010というバイナリ値を 声という2文字に変換し、各文字を ASCII で符号化して記録する。フレーム、アドレス、チェックサムなどの情報も16新の値を ASCII で符号化する形で組み込み、誤り検出に使用する。このような符号化を施すと、効率は元のバイナリの35から40%となる。ロム、 エプラムへのプログラムデータ転送1970年代から1980年代はじめにかけて紙テープはマスクロムや書き換え可能なエプラムにバイナリデータを転送するのによく使われた。その際の不合化方式は様々なものが考案された。先術のアスキーで16芯を不合化する方式やロムライタごとに異なる様々な独自フォーマットが使われた。 BNPF という符号化方式は、1バイトを10文字で表すという非常に冗長なフォーマットを採用している。まず1バイトの先頭を表す文字、B を置き、1バイト内の各ビットが1なら、P、0なら、N を置き、最後に、解を置く。この10文字の列を空白文字を1つ以上挟んで並べていく。したがって効率は9%以下となる。 アスキーの N と P は4つのビット1の ON、OF f が違っているため参考装置の誤りを訂正しやすい。ビットを H と L で表す方式や A と1で表す方式もあったが、それらの場合は、アスキーコードのビットの ON、OF f が1箇所しか違わないため、誤り訂正が難しい。キャッシュレジスタ NCR は1970年頃、紙テープに記録する。 キャッシュレジスターを開発した。その紙テープをコンピュータに読み込ませて売り上げなどを計算した。新聞業界新聞業界では1970年代中頃以降まで参考テープを使っていた。その頃の新聞はライノタイプを使って紙面を作っていた。この時、ライノタイプのオペレーターが記事を打ち込むのではなく参考テープに記録された記事を読み込ませていた。 生地を紙テープに格納するにはフリードンフレクサーアイターなどを使用している。ダイノタイプから初期のオフセット印刷になっても生地から半下を作るのに紙テープが使われていた時期がある。自動機械紙テープ読み取り装置を装備した CNC マシン1970年代 CAM 装置は紙テープを使用したものが多かった。例えばワイヤラッピングマシンでは 紙テープが重要な記録媒体だった。紙テープ読み取り装置はパンチカードや磁気テープの読み取り装置より小型で安価だった。そういった装置で長期間何度も使える参考テープとしてマイラーフィルムを使ったテープが発明された。暗号紙テープ読み取り装置濃い -18,917 年に発明されたバーナム暗号では紙テープをよく使用した。 1960年代以降、アメリカ国家安全保障局は暗号の鍵を参考テープの形で配布していた。白血の紙テープを厳密な管理下で配布し、携帯型のコイナス -18 などのデバイスを新たな鍵を必要としているセキュリティ装置に一時的に接続し、紙テープを読み取らせて鍵を入力する。今では NSA はより安全な電子鍵管理システムを 採用したが、紙テープも未だに使われている。紙テープには次の三つの大きな問題があった。一方、紙テープには次のような利点がある。出港する船から渡される。紙テープ包装や飾り付け、またクス玉の中身に貼り付けたりする。これらの用途では様々な色や模様のものが用いられる。小型のものはクラッカーの中にも含まれる。 巻かれた状態の紙テープの端を持って勢いよく、投げると長く伸びたテープが宙を舞い、色鮮やかに見せることができる。昭和期にはこれを紙テープ投げと称し、応援などの演出に盛んに用いられた。昭和期の船の出港の見送りの際、デッキの乗客が岸壁の見送り客に向かって紙テープ投げを行い、赤別を表現することがあった。 駅のホームでの見送りの際にも行われることがあったが、車両の床下機器や電化区間の駅にあっては河川にも絡みつく恐れがあるため、鉄道事業者の側から禁止されるようになった。プロレスラーに投げ込まれる紙、テープアポロ11号の宇宙飛行士の帰還記念パレードを迎えるために、シカゴの高層ビル街に舞う紙テープや紙吹雪。元は、 ティッカーテープという株価の通信の記録用紙テープを金融会社などの社員が投げ落としたため、ティッカーテープパレードと呼ばれる昭和期の歌手のコンサートやプロレースの試合の際にも紙テープ投げは盛んに行われ、観客はステージやリングに向かって紙テープ投げを行うことにより、応援の意を表現した。紙テープで埋め尽くされたステージはスター芸能人のアイコンでもあったが、 芸能人は大量に飛来するテープの芯を巧みに回避しなければならなかった。1973年にはイベントに出席していた雪沙織の額にテープの芯らしきものが当たり5針にうけがをした事例もあった。こうした事故を防ぐため主催者からテープを投げる際にはあらかじめ芯を外すよう指示が出る場合もある。プロレスにおいては各選手のイメージに合わせた 紙テープを投げるのが一般的である。例として、松本博世の場合は、出身地の神奈川県平塚市を走る JR 東海道線の色にちなんだ湘南電車カラーが使われる。ただし新日本プロレスなど一部団体の主催工業、板橋グリーンホールやレッスルブ当館など一部の会場及びバトルロイヤルやデスマッチなど一部特殊な試合形式では、 紙テープの投げ入れを全面的に禁止しているケースもある。また2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震発生に伴う燃料供給事情悪化を考慮し、プロレスリングウェーブでも紙テープの投げ入れを一時的に規制した。2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大防止のためほとんどのプロレス団体で紙テープ投げ入れ禁止にしている。 ステージを埋め尽くし、絡みついた紙テープは移動の妨げになる上、テープの撤去作業の手間に加えて、大量のゴミを生み出すため、平成期は紙テープ投げが寄付される傾向にある。なお英語ではこの用途の紙テープを、ペーパーテープではなくペーパーストリーマーと呼ぶ。電子部品などの基板用部品を取り付ける実装機に、部品を供給するために使用される。 段ボールなどの梱包用として片面に乗り、あるいは粘着剤を塗ったものは一般にガムテープと呼ばれる。その他、力学実験に用いられる記録タイマーで記録を取る、際にも使用される。ありがとうございます。